い、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。破壊神集結やっていきましょうか。寺院からやろうか。ベルモットも残ってるんですけど、まあ寺院やっていきましょう。さて、どんなメンツで行くべきか。これでいきましょうか。メンツこんな感じでいきましょう。極ベジ3凸で2凸2次1凸、1凸だったかな。はい。で、1凸でフレンド2次となってます。やっていきましょう。さて、頑張るぜ。並びが悪いな、おい。まあ、攻撃次第ですけどね。うん、めちゃくちゃ悪い。いやー、めちゃくちゃ悪いわけでもないか。必殺技があそこで発動するって分かってるから。あ、ミスった。これ打って OK、 これでいきます。いや、ピッコロさんマジで助かるピッコロ様様やで。ただピッコロケツでもよかったかな。そいそいそいで、ディフェンス上昇と。で、ベジットブルーで火力出してってっていう感じでいきましょうか。これどっちの極ベジ？どっちだっけ？あ、俺のか。ここは耐えてもらおう。さて、いやー、これ耐える。いけるかな。いけるかな。あー、いけんこともないか。これでいきます。さあ、耐えてくれよ。28000で、次ぐらいにアイテム使えたら一番いいんだが。そうですよね、その流れが一番いい。 OK、 2発目は、2発目大事。 OK、 避けられる。OK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 、 ここまではまだ順当だね。さて、こからどういくか。よいしょ。よい子ミンミンくん。避ける、避けるよ。クロンゲ、まあちょっと回復できたのが嬉しいね。必殺は飛んでこず。オッケーオッケー。ちょっと待てよ。力下げて、あー、そっか、フライチこっちで行こうか。こっちの方が何かと便利。これで行こう。で、次必殺技じゃないわ、極ベジアクティブ使って変身して、で、流れが一番いいのか。そい、結構食らうね。あ、次変身できるから、それを利用してやっていけれたらなぁとは思うんだがさて、ふん、オッケーオッケー。で、変身。はい、スーパーベジット。ここはそうだな。
食べ字残す意味。ちょっと待ってよ。いや、これでも防げれる可能性はないんだよな。だったらこれでアイテム使って、本当はあんまり良くないですけど、これでいきます。本当は良くないですよ。結構食らうな。ほい、ほい、キャメハメハー。オッケー。回心は発動せず、発動せず、発動せず、ここ重要っすね。一発目一発だけはえぐいな。12万、結構食らった。まあ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 、ブルベジがね、何かと削ってくれてる。そい、必殺が丸分かりでござる。ただこれだとリンクが弱いでござる。待てよ、リンクが、いや、これで受ける、受けてみようか。これ受けれんこともないと思うんだけどな。いや、良い子ミンミンケでいこうか。で、ブーが次来るから、配置次第ですね。40% カットプラスディフェンス上昇してるんで、いけんこともないはず。結構食らったな。8万か。オッケー、あともうちょい。ブーンの回復が地味に嬉しい。これは使わな無理っすね。これ使わな無理っす。そうだな。反撃して力が下がればいいのか。ってことはこれ取ったらこっちの方がいいか。うわ、下がらん。まあいいや、まあいいや、まあいい。結構食らう。いて欲張りすぎた。毎ターン1万は痛い。毎ターンじゃない、毎回の攻撃1万は痛い。あー、やっぱブー先頭にした方が良かったっすね。これうん、絶対そうだよね。アタック上昇してるから、それで反撃に持ってった方が絶対良かったな。これボミスっすね。よっ、あともうちょい。次で蹴りはつけたいところ。オッケー。
打ってくれたらありがたい、打ってくれたらありがたい、打ってくれたらありがたい、一発でも OK、 OKOK、 一発打ってくれただけでも全然いいよ。さあここは食らいますね。で使います。さあ行くぜ。これ取って。これだね。オッケー。これで行こう。悪くない流れ。うわー、これ避けられたら痛い。回心出る。今の避けられたらめっちゃ痛いな。くそー、やるな。次誰だ、ベジと、うわー、そっか、亀仙人か。打っては来ないか、打っては来ないのありがたいけど、使おうか。これはいい、前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。すぐ楽にしてやる。ほんの少し苦しむだけだ。さてほんの少しならいいんだが、22万ですね。ディフェンスまあまあ高い。これ取って、これ取って、これでいきます。これ以外思いつかん。食らう食らう。よし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 、これ避けられたらどないしようか思った。そい、オッケー、いいね、いいよ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 。いいよいいよいいよ。さらにアタック上がっていく。オッケー、でかい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 。これいけるんじゃない？ベジット入ればいける、絶対いける。いった、いったいった、これはいった。さあ行くぜ、ドーン。 OK、 268万でフィニッシュ。はい、てな感じでいかがだったでしょうか、ジーン。まあきつかったね。まあアイテムの使いどころによるんかな。でとりあえず、まあブーとピッコロがめっちゃいい働きしたね。必殺見極めと、まあブーが、超必殺技打ってでディフェンス上昇させて、アルブにして、でアタックを上昇させてアタッカーとして、攻撃していく。でベジットブルーはもう言わずもがな、もう絶対キーマンなんで絶対に必要っすね。絶対必要だと個人的には思う。まあいなくてもまあいけんこともないと思うんですけど、クリリンとか。ただまあこいつがいるいないで結構楽なのか苦しいなのか、まあ、ちょっと変わってくると思います。で悟空&ベジータはまあ使いどころによって変身させて反撃してっていう感じでやったらいいと思います。とりあえずまあ動画でもまあ今見た通り、必殺技打った後に反撃っていうのが一番ベターなんで、まあ、そういう風な配置でいくのが一番ベストかなと思います。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。